販売企業。略称バットまたは BA。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、JSE 上場企業。代表的な銘柄にラッキーストライクなどがある。1902年、イギリスのインペリアルタバコとアメリカ合衆国のアメリカンタバコカンパニーのジョイント事業として設立された。 1984年にイーグルスター保険を買収した。2017年、RJ レイノルズタバコカンパニーの全株式を買収し子会社化した。2021年9月14日、NGO ストップが発表したレポートで、NGO は、ブリティッシュアメリカンタバコが数十人の政治家、立法者、公務員、ジャーナリスト、2008年から2013年までの、 競合企業業の従業員ブリティッシュアメリカンタバコが所有するブランドとして国際展開しているものはダンヒル、ケント、ラッキーストライク、ポールモール、ボーグ、ロスマンズ、ウィンフィールド、ステートエクスプレス555、クール、バイスロイなどがある。ただし販売している各国でブリティッシュアメリカンタバコが商標権、販売権を持っているわけではない。 ブリティッシュアメリカンタバコが製造または販売するローカルブランドは下記のものがある。日本ではケントが最主力銘柄である。日本法人はブリティッシュアメリカンタバコジャパン合同会社で東京にオフィスを持つ。2020年現在はほとんどの銘柄が韓国の工場で製造されている。日本販売製品コリンマクレイがドライブした5555カラーの スバルインプレッサ日本に輸入されていない銘柄として、ステートエクスプレス555があり、かつて、この銘柄は、自動車メーカースバルの WRC、ワークスイメージとして、ブルート555ロゴがデザインされ、よく知られていた。このカラーリングはバットが F1 に注力するため一時消滅したが2002年に、再度スバルのスポンサーとして復帰し、 2005年のスポンサード終了まで続いた。F1 では、古くは1970年代から80年代にかけて、チームロータスのスポンサーを務め、黒字に近似のジョンプレイヤースペシャル塗装のマシンが活躍していた。その後、F1 チームのブリティッシュアメリカンレーシングの筆頭株主として創設に名を連ね、1999年から、 同チームメインスポンサーとして F1 に参加。初年度のマシンは、アメリカの R などのように、ジャック・ビル・ヌーブのマシンをレッドとホワイトの、ラッキー・ストライク、リカルド・ゾンタのマシンをブルーとゴールドの555に、分けて、両ブランドを同時に露出させる戦略を狙ったが、 F1 のレギュレーション上同一チームは単一のカラーリングでなければならなかったことを指摘されたため、クニックの策としてマシンの中央から左右に分断し、それぞれ左右で独立したラッキーストライクと5 5 5号のカラーデザインを施した。このカラーリングは妥協の産物に過ぎなかったこともあり、極めて不評であった。 ラッキーストライクカラーの BAR-006 をドライブするジェンソン・バトン翌2000年にはラッキーストライクをイメージしたカラーリングに変更された。ただスポンサーロゴには555も含まれており2004年の F1 中国 GP では中国市場でのブランドの知名度を考慮しアンソニー・デビッドソンの乗るサードカーのカラーリングを呼びドライバーとチームスタッフのユニフォームが 通常のラッキーストライクから555イメージのブルーに変更されているほか2台のレースカーもラッキーストライクロゴが555ロゴに置き換えられているただしカラーリングは従来と同じであった2005年と2006年の中国 GP では2台のレースカーも555イメージのブルーのカラーリングとなった2005年をもって チーム株式をすべてホンダに売却しチーム運営からは手を引き、その後はホンダ F1 チームのメインスポンサーとしてチームをサポートしたが EU 内でのタバコ広告規制に伴い2006年をもってスポンサー活動を終了した。2019年からマクラーレンとパートナーシップ契約を結んだ。タバコ広告規制を回避するため、 バットの潜在的にリスクが低減された商品の宣伝プログラム Abetter Tomorrow のロゴを掲載する。ありがとうございます。